はい、どうもです。ナミキです。ネジです。おはようございます。どうも、ザマトランジスタです。今回ですけども、天国旅行、地獄旅行。よっしゃー前回ね、どうしました顔どうしたまあまあまあ、確かにそれどころじゃないんで、多分見てる人は多分そっちが気になっちゃうからまあ結構ファイトしてるんでファイトあ、これファイトの結果だこれやられましたでも相手半殺ししましたけど、でも結構代償でかいですけどねまあまあまあダンマペンのダウンタイムで思いっきりいった結果こうなりましたやばいっすねかっこいいっちゃかいでも逆になんかもうここまで行くとかっこよさ出るでしょまあ確かになんかもうこういうメイクなんじゃないクローズ的な感じはあるで前回僕たちね埋葬探せっていう賞金レースやったんですけど、はいはい、それの勝者は100万円を使った天国旅行に行けると、はい、で敗者は0円の無一文生活をするっていう風になったと思うんですけど、その今日当日です。だから今から実際にこうロケマサとミッキーと前さんのチームは100万円を持って1日過ごしてもらいます、はい、ありがとうございますありがとうございます。そして僕たち3人とったら笹毛さんは貧乏生活で本当に無一文でなんとか生き抜きます。それは僕は何でも勝手に貧乏チームなんですかね。いやでも負けチームですから、はい、いやあの動画では笹毛さんは途中で帰ってたじゃないですか、あの日エンディング撮ってて、そうだから笹毛さんはもう強制的に強制的に笹毛さんが金持ちなのは本当によく分かんない確かに前さん調子としたら面白いっていうので、まあ、そうそう一応ね前さんそれちょっともらっていいですか。これね、うん、ありがとうございます。これ1日で使い切んの。まあ使い切る、まあまあまあ、使い切れるってことですね、はい、でまあ僕たちは本当に1000円も1万円もなし、うわで交通費が全てですね、はい、なんとかこう自力でまあ頑張ってください。やっていかないってことは最初徒歩スタート、まあ、徒歩スタートです。うわーやばスタート時点だけ、うん、僕たちは8校からスタートしよう。まあまあそうだね、8校前からスタートで家からスタートしたらバレるもんね、徒歩移動だから。まあ確かに。でミッキーロケマスは、まあ、タクシーからでは任せます、うん、はい、うん、え何時までとかあるの。これ1日中なんで夜の12時過ぎるまで、はい、あえ帰ってきたらここでまたみんなで動画撮るとかするんですか。いやそれは分からない。ああ別にしてもいいけどどっちでもいいまあ別に一応まあ日が変わるまでじゃあまあじゃあ日が変わってくるタイミングでこの家に帰ってくるから、はい、オッケーです、オッケー。まあもし間に合わへんかったらもう仕方ない。特にこっちのチームは行きは行けたとしても帰り帰ってくるから大問題ですよ。だから野宿とかそういう説もある。やばい、全然ゼロじゃない。マジで分かんないから宿もないから。ヒカルこのフェイスの時したらやばいじゃん。職質絶対されるまあでも本当に何があるか分かんないのも面白いと思うんで。でももしも幸運かもしんないけど、はい、めっちゃ金持ちの人と仲良くなったらもしこっちより金持ちになる可能性もあるもんね。まあそれはゼロじゃない。それは悪くないんだもんね。別にそれ運だもんね。運ですね、うん、オッケー、はい、いやでも多分飯食うのすらきついからね基本的には。確かに。だって怒ってくださいって言わなくちゃいけないってことだよねこの猛暑の中でね。いや移動もきつい。いやそうっすよね、ま、絶対移動がきついっす。まず移動はいっぱいですもんね。ちょっと一緒にやるまあでもねお互いにねいいとこも悪いとこもあると思うんで。まあそうっすね。逆に天国が期待されるんでね。ああそうなんですよ、ね、面白くなかったらだって一番客さんだったらさぞ面白いよ。マジでやめてマジでやめて。マジで面白くなかったらそれはそれどうなんとはなる。まあまあねまあね、そこのハードルもあるんですよね。だからそっちの方が罰やねあれよね、ハードルがきついよね。でこの続きでは天国チームの、はい、旅行をそのまま見てもらうと思います。で後日僕たちのこの地獄旅行も上がるんで、はい、そちらの方もぜひ見てください、はいはい、では天国チームの映像を見てください。どうぞ。はい、チーム富豪です。アロハー背もたれもこんだけもたれかかりますか。いやもうねやりたい方ですよ今日というわけで僕とミッキーくんで100万円分あってもそのある程度やることを決めとかないと、まあそうね、そうさすがに使い切れないんで、間違いない。一旦僕はご飯食べたいなと思ってて今からご飯屋さんに向かってます、ね、いいですね最高ですね。何食べますか。やりたいこと決まったんじゃん。まあご飯食べてからにしましょうかでマイさんには一応決めてきてもらってるんで。まあ俺は決めてます。マイさんのちなみに聞いてないんですよ僕ら何する。あマイさんなんか決めてますとかやめてもらっていいですか、うん、なんか決めてるで。こういかないとやっぱり100万チームですよこっち。マイさんが調子乗らないと俺らもね調子狂っちゃうんで。まあなるほどね、まあ、もう次の飯屋からもギア上げてもらって。いやそうガンガン行きましょう。トップギアで、うん、ちなみに僕が今から行くご飯屋さん部屋代だけで3万3000円しますご飯抜きで部屋代だけで部屋でも飯食えるもんな。あそうですそのまま部屋代。まあだからもちろんそのぐらいのとこ行かないと、まあ確かにね、やっぱり行けんもんね普段、うん、普段できんことした方がいいから。いやそうそういうことそういうこと。楽しみにしててください今日は。期待しちゃったよ俺も夜何すごい目つきしたぞ今
確かに僕とミッキーくんが考えてることだと100万到達しないっすもんね。やっぱ前田さんが大人の世界に連れ込んでくれるのかな。任せとけ任せとけ。俺は絶対お酒入れた方がいいね。多分今から飲んでもいいかもしれない。そんな昼からの思い昼からテンション上げるためにね。暴走してほしいもん。やっぱ暴走しないと正直リミット解除しないと。俺らも前さんもどうすか。もうはっちゃける感じですか。いやもうはっちゃけるやろそら。ネクスト結構爆笑したこといっぱいあるけど、一番爆笑したのはヒカルさんの誕生日の天国旅行の時、俺一番爆笑した。俺その時いなかったんで。あれロケバスおらんかった。そうだからその前さんはやっぱ見たいんですよ。あん時のもう主覧なもんですよ。えぐいからもう動画上がった時休止してたけど俺全て忘れて笑ってたもん。あれ見て頭おかしいなこの人と思って。最悪前さんがねもうカメラもできなくなったら今日アクエさんも来てくれて。あそれ助かる。アクエさんいますから。アクエさんも私も飲みたいな。いやもうやっていきましょう。この100万はもうみんな100万なんですね。すごいいいメンバーだよね。いつもメンバー悪いみたいな。僕のミッキーがよくあるんですけど、マイさんだけっていうのは珍しい。そうそうそう、マイさんだけ一人格好違ったからもう行く気満々モードです。マイさんちょっとそれどうしたんですか。いやいやこれって言っとったんだって。グッチでさ天国ではこれに行くって決めとったし。今日すごいよねマイさんね。お金足りないんじゃないか。まあまあまあ足りんくなってもね。何するんすか。足すだけですから。よし。まあそういうわけで夜もねお楽しみを前さんが作ってくれてるということなんですけども、まあ、とりあえずご飯ね、はい、まあ、とある有名なホテルの最上階で最上階飛ばしすぎちゃう。最上階まあ、ね、個室3万ってでもそういうことですからね。一番最初からもう天竜人みたいな感覚で行こうと思ってるんで今日態度でかくいきますよ。もう最初から最後まで皆さん鼻につくかもしれないですけど、はい、やっぱ100万もそう人はこう変わるんですっていうのをね身をもって検証してるわけなんで、ちょっと汗拭いとくか。まあ楽しみにしててください。初めてしたこんなん。ハハ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 。今まで一番ヤバいですけど正直。これやばい。高っ。ということで舞さんもいやーいやいいスタート切れたんじゃないですか。よくないですよ。舞さん今日どのぐらいはっちゃける予定ですか。いやもう全開よ。学生ハイパー学生ハイパー全員のテンションがぶち上がるような場所用意してるんだ俺は。いいんすかね100万円、まあ、僕たちはこんな使っちゃっていいかなっていう。俺も思って最初は俺負けた方がいいから確かに一番なんでっていう。でも昨日動画出て楽しんでる方が面白いからいいよみたいなコメントあったし、うん、もういいかなわけわからんのが一番おもろいっすね。こちら東京城というホテルですね。東京城、東京城、はい、こちらあの上だけ持って、うん、ああなるほど。さすがにここで乾杯してもあれなんでガラスのところで乾杯しましょう。じゃあもう天国旅行はい楽しみましょう。うわ、すんごい味するこれ。これ結構きついけどある。いやうまいけど、度数高い。仕上がるわこれ多分。確かに。ちょっと熱くなってきた体が。いや。ジョニー・デップとか飲んでそうじゃないですか。あ、マジ。イケてるイケおじみたいな人が。俺らにふさわしいんじゃないこれが。まずこちらはパンなんですけれども、はいはい、ライ麦のパンでございまして。絶対美味しいやん。ハードな歯ごたえですね。ハード好きっすわ。オイルなんですけれども、自家製です。こちらがシーザーサラダ。めっちゃうまそう。こちらがピーター。うわ出た。ピーター。周りのねこことかチーズらしいですねこれ。手裏剣みたいになってるもん。ほら。手裏剣みたいな。ピーターサラダ。クラブケーキこちらでございます。うわ。こちらがもう中果肉。めっちゃ似てる。詰まってます。じゃあ食べていきますか。ハードなパンからね。北海道産トウモロコシのスープで。うわ来た。うわ。次から次へ作れ。めっちゃ美味しいこれ。今まで食べたパンで一番美味しいかも。このオイルが美味しい。うんうん。こんな感じ。パン美味しすぎてやばいな。スープは内から外にこうすくうのがおしゃれらしいですよ。いやマナーというか。おしゃれとかじゃないんで。百万の人は自分のルールでいけるから。一応民たちに教えてあげる。ああなるほどなるほど。全部それで今日行こうとしてるじゃない。めっちゃうまい。うわ。何これ。知りたくなかったもん。後味の残り方がやばいですよね。アルミニウム顔がなくなってきます。これいきますズリ。これライガニのケーキ。これちょっとやばいぞ。ハンバーグみたいなもんだって。うわやばいわこれ。エビの最強ハンバーグみたいな味する。カニです。エビハンバーグ、うん、これカニです。あカニの
そのお酒頼んでもいいですか僕。ジョー飲んだら潰れる俺らなんか。そうなんだよ。ほんとに。もう耳の裏めっちゃ赤かったもんほら。おぉ麺きた。じゃあやばい。クエの煮入れでございます。ちょっとアーリックくらいです。でかくない？でかすぎるじゃん。でかさ海王類やもん。前さんの頭顔ぐらいあるっすよ。クエ言いすぎやろ。うわぁ今ほら入れるこんな粋なことじゃん。でかく指ぐらいあるポテト。なんとかライス。ミキが頼んだチャーハンみたいな。めっちゃいい匂いするこれ。どうしても何食っとも気になるもん。見せてあげたいなこの景色。ちょっと煽ってもいいですけど、東京城をこうやって手で持って、ワイズそこ立って、振り向きながらカメラ目線みたいで、ちょっと視線。あ、めっちゃかっこいいこれ。めっちゃかっこいいな、これ。定期的に煽っていきたい。ノンアルコールのカクテルで。あ、これはでも確かに飲みやすそう。もう一回ちょっと乾杯しよう。乾杯しよう、乾杯。ルネッサーン。ルネッサーす。うわ、パタン、オランジーナのマンゴーバージョンみたいな。いきます。うわうわ、すごいっすか。あ、これ上がるわ。上がるね。じゃあこういっちゃえや。めっちゃ大事だそれ。え上一なるでしょ。上一今日前さん上…うわ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 これすごいぞ。縦からこんな豪華でいいやってレベルやな、ほんま。ちょっと怖いもん俺。まあベンジャーズだった気分やわ。うん、後ろのこのブルーの感じもええもんな。いや、いいっすね。あ、どうすんのブルー。合わせてきたね。合わせてきたね。うわー、来た。100グラムでございます。で、こちらが50グラムの使っている、はい、3種類ですね。飛騨牛、平戸牛赤牛。うお、赤牛。今日一日頑張れそうだな、これで。大根おろしで絶対いただきます。白麺むいてたの今。じゃあ俺この茶色いタレでいこうかな。待って、ほんのりそのやつバケモン。じゃあもうこれいこうかな。うん、バジル、うまっ。めっちゃうまいよな。肉やばらか。肉がやばいな、もう。柔らかくなる。これやば。どうす、酸味強い。そう、酸味強い。でも多分それが多分めっちゃうまいですよね。うん、食えちゃいますか。じゃあちょっともう食えみんな思ってたけど一番言わんかった。一番言わん。それだけは絶対触れたらダメだなって思ってた。絶対に。いや、まあ、ここは王が言ってくれた。まあまあ確かに。まあ、前さんはやっぱちょっと東京今上一になってるから。上一今日はもう前さん上一スイッチ入っちゃったから。みんな思いついとった。思いついとった。もちろん。もう一番ダメだなと思ってた。本当にそれだけは。でかこれマジで。えぐいぞ。すごいこれ。下のポテトも美味しそう。すごいこれ。うわ。これいったら。もういっちゃう。マジでもいい。もういったら。もうでも切れてるもんな。すごいこれ。いただきます。待って。これえぐいかも。一番魚やでしょこれ。これやばい。これやばい。見て。これ一番好きかも。やばいな、この魚。今まで食べてきた白身魚に単突で、うん、単突やこれ。これ異次元やもん。うん、まもう噛むまでにもう格の差を口に入れた瞬間に分からしてくる。いや、ほんとそう。格もすごい。最後の晩餐何食べたいっていう質問された時に迷ってたけど、間違いなくピーター来たいっていう。あ、分かるわ、ちょっとそれ思ってきた。ほんまにこれもやばいじゃん。これはやばいっすよ、これも。これまだあるんやから。レベル違う。あんだけ前も食ったらまだこれあるんやから。見るからにやばい。このほじくる感じになめっちゃ見る。うわぁ、来ました、いつも。これ右がもうさ、俺でも一旦このままいっていいですか。今一旦このまま行こう。ちょっと塩味のまま。やばいやばい、ほら。うわぁ、もう一番。あぁ、めっちゃうまいぞこれ。もうやっぱり何もせる。いや、もう一回全然味します。これやばいとこまで。めっちゃ美味しい。これちょっとこれさ、つけて食べれるってことやろ。え、怖いんやけど、もうちょっと口に入れんのが。マジでやばい。ああ、うまっ。単体でめっちゃしっかり味が。うわ、え、これつけたらやばいっすよこれ。ナルトとサスケ一緒に戦ったみたいになってる。映画みたいになってる。もう一番いいとこじゃん。マジでもうマジでめっちゃうまい。お前さん言ってるんだよな。うわ、最高や。味噌うまっ。これやばい。めっちゃうまい味噌。これ作ったシェフすごいな。天才やろ。
初めこのソースを見つけ出したわけやろ、自分で作って、うん、結構お腹もいい感じに膨れてきて、確かに確かに、まあ、ちょっと美味しいの残ってますけど、うん、食が終わったらね、やっぱいい格好してるのって僕たちもおしゃれしてますけど、うん、やっぱ前さんだけちょっとなんか金持ち感出したもんね。そうそうなんですよ、うん、僕らもちょっと見た目から、確かにね、なんか紺と黒でね、ちょっと出していく、地味やもんな、地味だぜ、かっこいいけど出していこうってことで、はい、次服買いに行こうかなと。おもういいねいいね、見た目も変えて、あーいいっすね、で次のとこ羽ばたくって、あーまあだからその次は前さんっすもんね、前さんターンだからどうなるのかっていう。え、じゃあ2軒どこで買うんですか。前さんこれグッチっすよね。俺はグッチ、うん、まあその辺いっとくかな。まあ確かにグッチとかハイブランドとってね。ああそうだね、ハイブランド行きたいね。あまあでもどうせなら、まあ、ミッキーくんと僕じゃあちょっと似たような服装したいですね。あ確かにね、せっかくおそろこうですね。ああいいっすね、まあ、そういう声ね、確かに100万って何でもできるぞ本当に、ほんまに結構お腹膨れたっすね。でも、うん、うわまだ入れとくじゃあマジで大丈夫、まあ言ってね、確かにまだ言ってまだ顔赤くなってないんだ、まだなってないです。お前さんあんまだって顔赤くならない、うちのキングに逆らったらあかんねん、我慢してくれよ。この日はやっぱ俺たちはキングを見つけたからあるわけで、ね、やっぱキングが逃走しなかったらないから。でもよかったんじゃない、でも相馬さんとかこんな生活せんに、うん、まあそうっすね、そんなら戻れんじゃない、うん、いやそうっすね、まあやっぱ名人とか相馬さんはやっぱ昔結構スロットハマってるとか、うん、そういう依存体質があるから、まあまあまあ、知っちゃったろ、そうそうそう、うん、ほんまっすか、知っちゃったろ、今日名人さんが解散する前に、うん、かれこれね横からポンって殴ってきて、うん、おぉ何すかって言ったら、ミッキーなんか別に殺そうと思えばいつも殺せる。突然危なすぎるだろ、マジで。いやいや違う、ゼロ円生活で、あ多分そうかもしれない、歩き嫌そうやもんな、あの人たちみんな。ヒカルさんが歩きでずっと移動ってすごいな。あー食った、あーなかったマジで、うん、最高だったな、最高すぎる。もうなんかこっからもうどこも行かずにお昼寝とかでも、ほんまに全然いいっすよ。でもやっぱその動画やから、まあまあまあ、こういう人なんだから、そうそうそう、じゃあちょっとこれ飲みちゃいますか、これ飲みましょうか、うぇー、うわうわ、マイスターすごいな、3人分のジョー行ってくれました。うわだいぶ来たね、だいぶ来たの、だいぶ来たの、こう上がってきた。熱いっすか今、熱い、ちょっと暑くなってきた。来た来た。いやーでもいいな、昼からこんな酒飲んでこんなうまいも食って。人間なりそうやわちょっと。何じゃん今日ぐらい。今日ぐらいな。今日ぐらい、まあ、ぐらいね。今日はもう張っちゃきたら。頑張ってきたか俺ら。今日まで。まあね。まだまだ全然いけるぞ。お会いですか。行った。まあ、お会いしよう。うわまあまあまあでも予想、まあまあ、予想通り予想通り全然全然、この空間やな、はい、やっぱり162,350円ということで、まあまあ言ったら17万じゃないですか。え、だってこれ17万使っても残り83万あるんですよ、うん、もう余裕でしょ、余裕、まあこんなもんかな。あれ絶対多い、絶対多い、あんまりいけるな、あんまりいけるな。じゃあこれでお願いします、お願いします、お疲れ様です。豪華やな、この83万バトンはミキグに次で託しました。頼んだ、託しとけよ、さらにテンションぶち上げていこう、うん、もう一回ロケバサーが服変えて、うん、変えよう、中身がもう蓄えたから外身変えよう。確かに次はね、ついてこ、はい、着きました、庭です。見分けました。明日はまあね、バーってあるんで、まちまちじゃ感覚になってきましょうかね。僕たちに似合う服をって言って、はい、探してきます。見てます。はい。はい、買ってまいりました、このグッチで。はい、買ってきました。もう僕で着ちゃってるんですけど、早速も見せちゃいますか。はい。じゃあ。半袖のめっちゃ気をつけないですか、うん、ガラシャツ結構いろいろあったんですけど、はい、符号っぽくね、そう符号っぽくね、まあ、符号なんだけど、まあ、普段着てるようなのを、そうそうそう、普段着てるモノトーン気味の、そうそうそう、ちょっと色落ち着かせ気味の、そうそうそう、お前さんたちと下地違ったね、まあそんな感じでグッチが出てきたんですけど、はい、なんで僕たちがカメラ回してるのかというとですね、前さんいなかったんですよ、前さんが消えて、俺らがシャツ試着してる途中で、そうワンチャンハイブランド行ったんじゃないかなって、前さん他のそう自分で買い物しに来たんじゃないかなっていう、たぶん1曲でちょっとね、どうしたの、どうしたの、どうしたの、こうしたの、グッチ来たの、おっと思ったの、しかもね、このコラボのやつじゃ
言っちゃうんですよ。何やってるんですか。いや、最先端のおしゃれところじゃない。僕たちの衣装買いに行こうって話をしてるじゃないですか。そうやったけど、欲しくやったら買ったらええやん。バンダナ買ってきたのか。バンダナ。やばすぎ。いくらしたんですか、これ。え、自分で買ったんですか。4万。4万。え、じゃあ100万だから4万消えたの。消えました。2人ともやっぱ似合ったわ。あれだよ、それ、いやでも、俺らのコーデ、これで消えるんですよ、全部。全部持ってかれた。なんかめっちゃ今多分、俺とミッキーが紹介した時、まためっちゃいいってなったけど、毎回全部持ってかれた。いいんじゃない、でも3人こうやって。4万でしょ。で、ミッキー君確か11万ぐらい。11万。僕の方がちょっと高くて14万とかだった。税込みは30万です。だから今、50万ぐらい使ったってこと。ああ、50いってもな。47。2ページぐらいじゃない。まあ、1ページじゃない。全然でもまあまあ、だからね。東京城飲んでおかしくなったもん。確かに。いやもうまだ酔っ払ってるからもう。いや。もう全部いいやんすけど。確かに。ビビって外れてきた。まずいなこれ。4万のバンダナ普通の電車だったら買わんもん。買わない買わない。しかも頭巻いてこないでしょ。もうバンダナとかわかんないけど。急にかましてくるやんこの人。やってるんだよなって完全に。はい、ということで2回目のミキ君のお買い物が終わりました。はい。結構いい感じだったんじゃないですか。もうここで俺らはもう完全に富豪モード入ったんで、まあ、いい感じじゃない。服装から金持ち感出たな。こっからですよ問題。こっからなんですけど、まあもう僕とミッキーくんのやりたいことは一旦終わったと、うん、でもお金自体もまあ結構使ってもう50万ぐらい使ったんで、まあ、確かに安かった。でももうあと半分しかないですよ。でこっからじゃあ前さんのまあまあ俺が用意したところ行きますか。次もはい、はい、じゃあ次、はい、発表していいですか、はい、お願いします。クルージング行きます。うぇはい、クルーザーでお酒飲みながら夜景見ながら、もう富豪といえばクルージングでしょ。あーやばー、それはやばい。なんでクルージングからそのパンダラ買ってまず次のやつが読めなすぎて誰が来てから。確かにね、そういうことか。値段も結構いい値段します。マジっすか。お前じゃああっちについてから教えてください。あー確かにね、現実味わうのはやっぱ後からがいいんで。クルージングですよ、だから今からね。いやもう酒入ってアホがまだ酒飲むやろ。いやそうそう、酒入れないとね。楽しく行きましょう。じゃあ向かいますか。向かいましょう。お願いします。さだみちゃん開けて発進ゴーゴー。はい、ということで着きましたよ。着きましたね。クルージングですよ今から。やばいやばいっすよ。もうちょうど火落ちてきてるからそう、ちょっといい感じなんですよ。クルージングってどんなもんなんですか。マジ分からん、想像つかないんですよ。だからクルーザー乗って夜景の綺麗なところに行って、ほんと金持ちの遊びってことですね。まあまあそうそうそう、散歩の最強の上位互換みたいな感じある言ったらもう完全に海の上で自分を持って遊ぶっていう、そういうことやろ。ちなみに乗りやすさは来てるんですか。もう来てます。もし行きます。え、あれっすか。やばいえ、怖っ。あれです。あれあれです、僕用意したやつは MY3 って書いてあるんで、あれを貸し切ってます。貸し切り。え、もう乗れるんですか。まあ、これだけでも最高だと思うやん、はい、用意してます。怖い解禁ください、言わないでください。これめっちゃ金かかってるやん。確かに、はい、あれやばくない。これちなみに、もう値段言っていいですか、はい、19万かかってます。使いすぎでしょ、これ。そして、これだけじゃないですよね、実は。まあ、言ってたって、3人でクルージングするって言っても、はい、何すんねんって、酒飲むんですよ、さっきと一緒やないか。まあ、確かに確かに。まあまあまあ、そうっすけど。移動する景色が変わるだけですもんね。女の子用意してます。うわぁ嘘でしょ。前さんのいつものあれですか、女の子ですか。どういうことだよ。前さんいつもの、いやいや、いつもだから特別に、はい、そうそう、パトと。あー、なるほどね。駆使して。え、いいんすか、はい、ちょっとさすがに落ち着かなくなっちゃう。パトの女の子とバーレスの女の子も。うわ、用意しました。4人呼んでます。ちょっと待って、緊張しすぎた。お酒飲みたい、お酒飲みたい。俺はサムネのことも考えたから。あー、なるほど。両手に花みたいなね。なるほど。え、ちなみにでもその女の子にももちろんお金はかかってるわけですよ。かかってます。クルーザーと別でかかってます。別でかかってます。マジでやりすぎっすよ、本当に。まあでも、めちゃくちゃいいデータ。それはそう。いや、やっぱテンション上がる。天秤にかけると、確かにそれめっちゃ必要じゃない。こういちやるやん。じゃあ、呼んでもらいます。ちょっと待って、ちょっと待って。緊張の対面。今日好きみたいな、オオカミ来るの。女子誰来んのみたいな。そうそう、こういう気持ちか。おはよう。ちょっと待って、かしこまっとるもん。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、どうぞ。はい。すごい、なんかちょっと距離が空いとうから。ちょっとおい、ロケちゃん。何すごいね、距離すごいね。今回よろしくお願いします。はい、お願いします。リムです。リムちゃん、リムさん、悩みアイドル
とバーレスク東京のダンサーをしてますココです。あ、お願いします。ココさん、くるみです。くるみさん、くるみさん、お願いします。外から来たさやです。さやさん、さやさん、お願いします。お願いします。ちょ待って、もう無理こなんかちょっと一旦いや、クルーザーに乗って一人に二人ずつつけたくてそうです。やっぱ両手に鼻的なのが一番やっぱ天国旅行っぽいかなっていうので、俺もちょっと腕こうなんですよ。こうかこうか。でも早速行きましょう。早速行きましょうか。行きましょう。もうこんなとこだ、死んでまうわ。すごいですこれ。お、キングダムハートなんか、すごい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 、乗りましょう。だから全員で、はい、うわすごい、やばい、やばえ、もう上も行くの？え、ここでも飲めるじゃん。これすごいこれ。こんなとこで酒飲んだら絶対よ。行くぞ。はい、上がってください。ここここの方がいいんじゃないですか。ここの方がいいな、うん、やばいな。ロガンスの時顔のニヤつき抑えきれてないこれ急にこんな綺麗なんですよ。4人も来たらこんなあるでしょ普通に。まあ下なんかちょっと今の格好オタクみたいもん。ちょっと見て、こんな子呼べました、ね、いやでもこれぐらい堂々とした方がやっぱいいかな。なるほど。でもオタクやで今見て、これほらオタクやで。船酔いとか大丈夫ですか。大丈夫ですか。初めて来ました。あ、クルーザーはお互いだから緊張しとるってことだから、うん、軽くだからお酒ほん、まあ、飲んで、飲んで、そう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 、お酒よりも先に船で酔うかもしれんけど頼むでね。今日中もあるんすね。トイレとかあるんすね。すごっ。え、下もすごいやん全然。うわうわすごいすごい。うわ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 、ここもぽいぞこの。不合格ある、ここ F4 やんこんな。え、これ F4 やん。あ、ここいいやんめっちゃ。よし、じゃあちょっとじゃあ出発する前に待ちますか。あ、見てくださいこれ。いやもう絶景やんこれ。えぐいぞこれ。えぐいぞマジで。一旦ね、下に女性陣は行ってもらって、はい、一回落ち着きにしてます。一回やっぱ、うん、やっぱクルージングは一旦楽しみたい。確かにね。一旦ね。でもこの後にやっぱさ、みんなとお酒を飲むっていう時間があるっていうことに対してやっぱ忘れられないじゃないですか。ああ、だからもうそんなことしか頭いない。ゼロカレー、ちなみにどの子が良かった大事にした的には。言えよまだまだよく見てないんで、あ、まあちょっと後でいいかな。もう嘘つき、嘘つき。僕はもうここ空いてる人に釘付けっすね。はい、あのグラビアアイドルの人。やっぱりまあもうちょっともう気づいたらオートフォーカス当たってる。オートフォーカスね。ってもすぐ銃口向いてるから。なんのクソやな。ちょっと今だけ今だけ相馬さんみたいになっちゃって。やばいやばい。まあでもやばいっすよマジで。いやいや、この景色はめっちゃいいやろ。これだけでもゼロ円生活勝てるやろ。いや勝てる。王者みたいなね。これレインボーブリッジ、これ。え、あくさん、これレインボーブリッジ。いやー。うわ、すごっ。うわー、気持ちいい。風もちょうどいいわ。これめっちゃいいっすわ。マイさん、クルージングやってくれてありがとう。うわー、ほんまに。これからご飯食べたり、お酒飲んだりするみたいなんで。はい、うわー、こっからやな。うわー、オート照準せんの気をつけな。気づいたらオート照準やってるかもしれんから。オート照準。はい、ということで、クルーザー、無事ね、いい感じのとこ来たんで、無事ね、無事ね、無事ね、無事じゃなかった。いろいろちょっと事故ありましたけど、途中で、ね、ちょっと風とか強すぎたんで、そうそうそう、一回止めてもらいました。うん、はい、着いたんで、はい、乾杯しましょうか。はい、はい、行きますか、じゃあ、はい、飛ぶやつやろ、それ、これ飛べますよね、飛ばしてもいいよ。じゃあ、マジで怖いな、行きます。3、2、1。あ、待って、無理。え全然開かない、これ。え全然開かない。あ、ちょっと、ちょ、俺らの方に飛んできちゃうもん。いや全然ありがとうございます。天国旅行に乾杯ということで、乾杯。つけるいいやん。いただきます。おー、うわ、あ、でも美味しい。まだ飲みやすいっすね。飲みやすい、飲みやすい。美味しい。シャンパン好きなやつじゃ飲んでください。飲みますすごいこと言って。シャンパン開けたい。いや、飲んでもいいですよ、もう。シャンパン好きやろ、全然。いや、メンバーが一番強い。勝負勝負。一旦これなし。シャンパン飲み切ろう。飲み切りましょう。なんでテンション上げない。ね、上げよう上げよう。緊張ちょっとしてますからね。初対面なんで。ラウンド2。ラウンド2。じゃあみんなで乾杯。乾杯。一人だけ量おかしい。倍ある倍ある。本当に量おかしい。苦すごいすごい、めっちゃうわー、まあ、やっぱりさすがです。男やな。男やったらやっぱ行かなあかんやん。さっきミキ君が聞いてたんですけど、みんな東京出身なんですか。あ、そうだ、東京出身で。あ、みんな東京なんですか。違います。いや、違います。え、全違うん、全違うんですか。
はい、私は生まれが福島で育ちが横浜です。へえ。私は普通に埼玉です。おお。ここは北海道です。どうなんや、どこですか、みんなバラバラの。確かに僕生まれが福井で育ちはもうずっと東京です。もうほんと幼稚園ぐらいから。育ちは都会っ子だじゃん。そうなんですよ。僕兵庫です。あ、一緒で、兵庫県の姫路。姫路よりちょっと田舎の方でもね。ミッキーは結構姫路やな、ほんまに。そうですね、ちょっと僕の格上みたいな。ちょっとシティボーイ、ちょっとシティボーイ。そうなんで、大阪っすもんね。え、大阪って出なかったっすか。東京です。え、関西弁めっちゃ喋ってなかった。え、そう、私いや、喋ってない。違う人と勘違いしてる。誰だろ、誰だろ。ランドスリー行きます。ランドスリー、え、早くね。え、大丈夫です。多分早いって。まあまあ、飲んでいきましょうよ、もうみんな。そこはやっぱり北海道ありますよ、北海道。すごい、自らチャミスル飲んでるしている。チャミスル入れた。俺はマイナップ。え、飲む。シャンパン飲みましょう。シャンパン行っちゃいますか。どれぐらい行きますか。あ、もう行きますかね。シャンパン飲みます。ロケバスさんは本当ミッキーはもうやばいくらい弱いです。ちなみにロケバスさん、ロケバスさん、ごめんなさい。何が前、すぐ構え、すぐ構え。ロケバス、自己紹介、名前を知らないですよ、そもそも。すいません。もう一回、もう一回ちょっと全員で自己紹介して。ごめんなさい。今回ね、改めてさ、最初から自己紹介と軽くなんか趣味とか。なんかあるんですか、あの、あれ。こんにちはみたいな。あ、ないです。ないんです。マイさんだけ。ミキポンチャンネル。マイさんだけあります。順番待ってた、期待しててください。女の子がいるとき絶対受けるやつ。やってやって。じゃあ、怖いけど芝居。こっち回りでちょっと。怖いけど芝居。パトーで働いてます。くるみです。現地の皆さん。趣味とかあるんですか。あ、確かに気になる。趣味。休みの日何するとか。ネットフリックス。あ、ネットフリックス。何見るんですか。確かに。今見てるのはマイネームってやつ。ああ、有名な復讐劇みたいなやつ。あ、そうそうそう。ハンソン見てる。めっちゃ良かった。イテオンとかめっちゃ見てそうですね。イテオンはもちろん。マスト。だからイテオン見とんや。マスト。マスト。アニメとかも見ます。え、何ですか、アニメは。アニメで好きなのはサイキックスオーの。おお、サイキックスオーね。あれマジ面白い。三回すごい。くだらなくて面白い。最近そうおもろい。まあ確かにあれおもろいですね。イエーイ。僕がロケマサです。ロケマサです。ロケマサじゃなくてロケマサ。ロケマサ。ロケマサね。趣味なんだろう。まあバイク乗ることとかですかね。乗り回してます。あ、でもバイクとか結構乗り物は趣味なんで。車とかね。ぐらいですかね。イエーイ。え、だからあれなんですか。その名前も。あ、全然関係ないです。この名前は僕のその、さっき言ってたヒカルさんという人が漫画のキャラクターからただ僕の名前取っただけなんで。そうなんだ、似てる。何かのキャラの名前なの。まあ、ヤクザ漫画です。ヤクザ漫画。ヤクザ漫画。ヤクザ漫画の主人公でめっちゃ強いやつがいるんですけど、そいつの名前がロケマサで。あ、そういうことなんだ。それロケマサです。なるほど。いい名前。全然関係ないんです。本当にちょっと極道履いてるんですけど。履いてないだろ、全然。パトから来ました、さやです。趣味は、YouTube で歌舞伎町のライブカメラ見るのに。観察するの人は止まってますね。テントラックの前とかの交差点のライブカメラを見るのハマってて、あ、お寿司屋さん入ってったとか。どれぐらい見るんですか、時間って。時間は深夜が一番やっぱ面白いんですよ。面白い。時から朝の5時ぐらいまでが面白いから。5時間そんな見てないけど、なんか歯磨きしながらとか、流し見てるから、メイクしながらとか、そう見ちゃう。めっちゃハマってる。初めて聞いた。変わってますね。めっちゃ面白いですよ。さあ続いて、はい、前さんです。前さん、前さんです。前さん名前が一応まあその挨拶みたいな。挨拶まあありますよね。やってください。鉄板の、まあ鉄板のが必殺技がある。小学生大爆笑。やってください。小学生受けない。ちょっと女子受けはどうかわかんないですけど、キャンマっていうのがちょっと結構今の20パーヤンマです。まあまあヤンマっていうなら本気になるんで。本気やったらもう多分ヤンマっていうのは結構その子供向きが良くて、ヤンマっていうそのなんかそのやったみたいな感じのなんか僕なりにその表現したらその言葉が生まれて、それがちょっとまあ女性向けはあんまりなんですけど、子供向けが良くてやってるんですけど、まあ写真とか撮ったりとかするときこのポーズ。ヤンマって。あ、そうそうそう。あ、じゃあやりますね。やってくれます。やります。特徴のあれ見ながらやってください。まあ趣味だから漫画とかですかね。漫画好きなんで、海外ドラマとか。え、何好きなんですか。まあでもやっぱ王道にワンピースとかキングダムとか、ハンターハンターとか王道系とか。
男は好きなやつ好きって感じです、うん、デスノートも好きです、うんうんうん、じゃあ次、はい、バーレスク東京のダンサーしてます。あとグラビアアイドルやってます。ここです。趣味はサウナ。でもこの前そのテント張ってテントサウナしたんですけど、肩甲骨をそのサウナで回してたらめちゃくちゃ火傷して今、テントサウナマジ火傷するんですよね。サウナとか行きませんか。僕めっちゃ行きますね。行くんやろ。熊さん嘘つけ。嘘つけだよお前。いやお前絶対合わせてたやろ。いやいや絶対本当に行く。まあ今は確かに行ってないけどちょっと前めっちゃ行ってますよ。どれくらいどれくらいですか。ペース一週に結構行そうなでしょ。じゃあぜひ今度一緒に行けるとさ、いや行けるっすよね。え行ける。全然男女の間で来て、そうそうそう。そうなんだ。そうなんだ。じゃあ行くか。ねえ。いや趣味サウナです。趣味サウナです。すごい。かっこいいかっこいいかっこいい。パンチロ。マンド。マンドになってる。そんなパンタさんお願いします。マンドさん。パンタさん。ミッキーです。ミッキー。ヒヨダチャンネルというチャンネルをやりながら、ヒカルさんのネクステっていうグループのチャンネルでやらさせていただいております。ねミッキー。ミッキー。ああまあ確かに。キー動画あるかな。やりますね。はい。お願いします。どうミッキーです。ポン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 。はず。お願いします。ナイスナイス。盛り上がりないやっぱりミッキーの挨拶やっぱ趣味は僕も漫画とアニメとゲームでお願いします。お願いします。バーレスク東京から来ましたリムです。趣味はゲイバー巡りです。ゲイバー巡り。ゲイバー巡り。すごいな。珍しい。でもなんか誰かも言ってたんですよ、めっちゃ楽しいみたいな。やっぱ楽しいですか。そう楽しいです。2丁目に入り立てます。週どれぐらい行くんですか。ひどい時は収録。ひどい。それでそのなんか相談するみたいな感じで、その楽しむみたいな。楽しむみたいな。ですか。最近向かいから来てる男組3人とか見て、どれがタイプかっていうのをみんなでやる。123ってつけて、私3みたいな。じゃあこの中で俺らも123でつけられた。確かに。絶対。そういうのあるんやな、絶対。そうなんだ。行かないですか3人も。ゲーム全然行かことない。でも僕たち酒は飲まないんで普段から。そうそうそう。全くプライベートで。顔めっちゃ熱いもん今。今めっちゃ熱い。やっぱみんな普段お酒飲むんですか。飲みそうだもんな、プライベートでも。まだ飲むか。飲むって感じ。絶対飲む。絶対飲む。強い強いもん。確かにウォーターサーバーみたいなお酒飲む。え毎日飲んでるんですか。やっぱでも仕事柄。ああやっぱ飲む機会多いですもんね。確かに飲みますね。すごい綺麗。めっちゃ綺麗ですね。めっちゃ綺麗。飲みますね、入ってるやつ俺。あ、第3弾ランド3そろそろじゃあ。あ、ランド3行くよ。はい。第3弾。はい。ランド3。ランド3じゃあ乾杯で。はい。乾杯。ちょっと。おい。いや、もう頼むぞ。まあ、前さに言ってる。俺無理なんで。全員持ってください。はい。乾杯。乾杯。パートリーな。風が強い。これチャミする？これですね。なんかチャミするじゃなくない？水ですね。いや水ではない。水？いやいや、もうめっちゃアルコールやんこれ。強っ。これ何これ？めちゃくちゃ味付けがされてないやつ。確かにだからないよ。なんかチャミするって甘いよ。マスカット。こっちの方が美味しい。こっちの方が美味しい。じゃ今なかったことにしますじゃ。いや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 、あったことない。赤いですか？これ？赤い。足まで確かに。あったかいわ。あったかい。はい、もう多分結構来たわよミッキーは。来てるよ。つぶれちゃうと寝ちゃうんですよ2人とも。いやさすがに動画は起きますよ。大丈夫かな。大丈夫大丈夫。でもちなみにこのクルージング今しとうやん、うん、次行く場所も決まってます。おっ、そのままっすか。船でどこ行くんすか。船じゃないです。普通に地上に降り立って地上のすごい言い方が。地上に降り立ってバーレスク行きます。だから2人が、はい、出ますよね、ショーに。じゃあ全然違う姿見れる。そう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 。うわ20度美味しいってね。うわぁ、マイさんマジでやりますね。シルクも見て。じゃあこのクルージングの時は2人だけはもうじゃあこの時だけっていう感じ。そう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 。あーなるほど。じゃあもう精一杯楽しみたいですね。そうやな。うん、でも見たいこととかもあるじゃないですか。でも確かに気になることいっぱい。パトを呼ぶのが初めてなんで、実態を分かってなくて全く。実態ってどんなのかなっていうの分かってなかったんですよ。確かに。ロケさんも正直楽しくない？やっぱり。いや楽しいっす。飲み会とか男だけしとったりとかして、女の子欲しいなってなった時にあと利用して呼んでる人盛り上げてもらったりとか。それもすぐ呼べるんですか。30分以内に。30分やいればみたいな。ゴータクシーと戦える。ゴータクシー。確かに夜ならするくらいで着く範囲のこう。すごっ。すごっ。
飲んでる場所とかに行くみたいな。結構やっぱ稼げるんですか。人によって違う。もう全然違うんだ。もう完全不買みたいな。レベル5とか。と思ったら稼げるし。ああ、なるほど。ちなみになんかどれぐらい稼いでるかとか聞いてもいいですか。気になるですね。YouTuber さん。いや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 。でもなんかカバンで言うと。カバン。レディーディオール買えるぐらいは。レディーディオールってどれぐらいなん。ディオール？50？え？全然もっと稼げるかも。全然いや3桁、3桁いく人もバーキン買えるぐらいの、バーキン200とかですよ、100とか。確かに頑張ればそれぐらい。頑張れば意外と根性と。ちなみにどのぐらいやってるんですか、パトレイキは。私はやってた期間はもう長いかもしれないです。最近そのコロナからやってないんで、ちょっと空いちゃったんですけど。結構長いですか。え、私まだ半年くらい。え、そうなんですね。去年の11月とかに始めました。でも働きたい時に働けるっていう感じ。ああ、それいいっすね。めちゃくちゃいいと思います。恋愛感情抱いたりとかってないですか、その。ちょっと正直。さすがに揺れる時あります。まあ、揺れる。魅力的な人いるじゃないですか、絶対。うん、ね、そこはやっぱ仕事だからセーブするとかあるんですか。何をですか。お若二人。好きな人。勝手を。そうですね。一回お付き合いしたことある。あ、でも僕は夢はあるっすね。あるある。めっちゃいいですね。で、それ出会いのきっかけにもなったりするかもしれないみたいな。意外と楽しんで女の子も、やったりやってるから楽しそうやな。めっちゃいいっすね。夜景綺麗。気づけばもう暗くなってきて、めっちゃムードが出てきた。いや、いいですね。なんかいいっすね。セクシーな感じになりそう。そう、一番セクシーな人がいてね。確かにセクシーできました。今日はめっちゃ暑くなってきた。やばい、めっちゃ暑い人が聞こえる。もう全員暑い、3人暑いですよ。暑い、暑い。もう頭ホワホワしてるもん今。ドスコイなんちゃらゲームって知ってます。ドスコイ、何ですかそれ。知ってる。ドスコイってカーとか言って5人あげたらカーから始まる5文字のやつを言うんですよ。おー、やろうそれ。一回練習しても。確かに練習したい。いきます。ドスコイさ、4文字。桜餅、ドスコイ。札幌、札幌ドスコイ。5文字、5文字。違う。ちょっと待って、5文字。札幌ドスコイ。4文字、4文字。さ、サイコロ、ドスコイ。酒焼け、ドスコイ。お、さ、4文字。酒とば、ドスコイ。お、待って待って待って。さあ、と3人。冷静冷静に。酒蔵、ドスコイ。おぉ、あ、一騎打ち、一騎打ち。金と言っていい。さ、酒がつく。酒？あれや、四文字。坂とか。坂？ほら坂。あれや、坂だ。ええ？あ、じゃあ坂道どうすか？坂好きとかね。やばいわ。でも絶対今思いついてたけど優しさで言ってなかった気がする。いや、もうじゃないですか。マジで。これはそういうのできないタイプ。僕ミニゲームめちゃくちゃ多いんですよ。優しいんですね。まあまあそういうことにしてきましょう。そういうことにしてこ。ありがとうございます。はい、飲め飲め。じゃあ可愛いですか。飲め飲も。ちっちゃい。すごい、もうなんか今もう多分楽しいんですよ。この美女に囲まれてミニゲームできてる。普段できない生活できてるんで。熱い、熱いな。めちゃくちゃ目もなんかトロンってしてる。可愛いと思います。可愛い。こうやってたからね。あざと可愛いね。もう一回行きましょう。じゃあお題言って。じゃあ六番さんお題でいいよ。ドスコイ何々言ってたけど1文字ね。ドスコイヤ。1、2、3、4、5文字。ヤの5文字。ヤの5文字。ヤ。ヤジロベドスコイ。おお。焼き鳥屋。おお、すごい。焼き魚ドスコイ。薬莢ドスコイ。あれ、え、なんて。薬莢、薬莢って何や。薬莢って。薬局。薬局。薬局。ああ、いやいやいや、よいよいよ。女の子残った。頑張れ。ヤジロベドスコイ。言った、言った。いや、さっき言った。しかもヤジロベ知ってんねや。確かに。あ、いいです。野球部。おお、おお、すごい。一対一だ。え、これ人の名前でもあり。あ、全然。あ、それ有名人とかやったら。うん、いいよ。矢口真理。おお、すごい。まあ、ちょっとミニゲームも結構したし、うん、まだ聞きたいことあるやろ絶対。まあ確かにね、うん、だってまだ30分しかもうおれへんわけで。いや、ちょっときついっすよさすがに。それはホンマに。ミッキーくんなんか聞きたいことないんですか。ミッキーなんかありそうやけどな。ええー、酔いすぎじゃない。ホンマに大丈夫。好きなタイプとか聞いた方がいいんじゃないですか。でも、ああ確かに、それは確かに4人に気になるわ。発表のことばっかりよりも3人なんか誰とかでも聞きたいし、正直なね。そこも女子から男子ってことですか。もちろんです。そうそう、一旦せーのやってもう一回せーのと開けるってことです。オッケー。いい、せーのせ。あ、待って、もう怖い、怖い。せーので開ける。せーの。おお、あ、分かれてる。めっちゃ、おお、よかった。全員救われた。高い。やった、よかった。ありがとうございます。あ、僕のことです。
からロケバスとミッキー集まると思ってたから意外やったんですよ。ワイさんもモテますよ。いやでも分かんないですよ、カメラの裏ではミッキー君2票入ってこうだったかもしれない。動いてたから一瞬の一瞬のアイコンで、やっぱりその喜びをくれたから嬉しいっすね。すごいっすね。いや嬉しいっす、ありがとうございます。お酒は進みます。ロケで2票入ったわけもんな。はい、ということでもうちょっとでこの楽しい時間も終わっちゃいます。延長行きましょう。じゃあ延長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 2時間クルーザーとか結構長いの正直思って。いやいやいや全然物足りない、物足りないですよ。空気染まりきったでミッキーは。ほんまほんまって、もう顔ホテってことですか。大丈夫か。女の子読んだじゃないですか、はい、でクルーザーで19万貸し切りかかりましたと。そんなとこ、はい、女の子4人呼びましたと。もちろんお金かかってます。マイさん、その辺はいいじゃないですか。マイさんの力で無料にしてください。2人で10万円かかってます。まあまあ確かに、でもまあそれ以上の価値ありました。それぐらいの価値あるやろ、正直全然あったっす。もうこの空間がね、まだ結構言って残ってますもんね、お金。まあまだ残ったんで、まあ、全然言ってね、行きましょうよ。じゃあバレスで行くかっていう、ね、すごい一日やな。確かに。でも幸せでしたね、めっちゃ、うん、楽しかったの。いい日常、やっぱり正直良かったっす。非日常、あ、現実来た。あ、現実来た。いや現実来た、現実でもうた。19万2500円。うわぁ、クルーザーの貸し切り代ね。現実だ、現実や。わずかでした。天国だな、本当に天国旅行って これぐらいせんあかんやん、正直。いや楽しかったっすね。楽しかった、マジで。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。またじゃあプライベートで呼ぶときは。絶対呼ぶやん。おかわりするでしょ、そりゃ。カフェで。あ、カフェで、正しい。カフェで。パトさんもお支払いがある。あ、パトさんのお支払い。パトさんのお題もね。じゃあ2人にあれ、ね。現金がですね、やり取りが。あ、そうなの。禁止されてました。あ、そうなんです。名前さんのクレジットカード。クレジットカード私、うん、で、こっちからだからお金抜いとけばいいってことですね。カードで。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。こっからバレスク。うわ、マジ初めてや、俺。これはちょっと僕も初めてですよ。もうどうなのか想像できないです、ね。初めてやん、2人は。おめちゃくちゃ見ますね、ステージから。うわ、見てくれる、ファンさしてくれるやん、はい。やば。だから目開けといてね、ちゃんと。ガン開きで。めちゃいそうなんだけど。じゃあ行きますか。はい、また夢の時間突入するから。まあまあ、確かに。安心して、そこは。頼もしい。もう残りの金額全部使い切る。全部使い切る。おーすごい。正直オーバーしてもいいからさ。あ、いいですか、いいですか、こんなん言いましたね、言いましたね、こんなん言わないまで。普段少なくなったら出すだけ。すごい、見たことない。少なくなったな。寿司三昧みたいに。たまに羽伸ばしてくれよ。さあ来ちゃいましたよ。はい、バーレスク来ました。バーレスク。バーレスクです、これが。いいんすか、初っすよ。しかもさっき あの私服から言ったら。いや、そうもうなるわけでしょ。どれにするよ。どれにする。え、全部。ああ、全部。全部。言っちゃえ、俺ら金持ってるんで。楽しみやな、ほんまに。おい、そのまま名人見とるか。お前ら何が貧乏生活だね。光にもあったらあったら。おい、光さんこっち来なくてよかったんすか、本当に。ほんまにええんか。後悔してるんじゃないですか、この動画見て。ほんまに。ちなみにさっきのクルージング最高でした。じゃあ行きますか、早速。あれ、まあ天竺や。あ、ほんまや。あ、まあココちゃん。ほんまや。あれ、ほんまの。ほんまや。さっきいた子。この格好じゃなくてよかった、さっき。うわ、天竺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 。あらあらあら。やばいじゃん、あれそれ。うわ、来た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 。やりたい放題ですね。うちのマサやっちゃっていいですか。うちのマサが好きに使えよ。この空間ですよ。うわ、前さんいつもこれを見てるわけですね。前さんがやってるわ。可愛いし。そう、確かに可愛い。え、あとで立つんですか。おお、すごい。え、あれだす。え、すごい。お願いします。いい、興奮するなって。あんまりするに決まったよ。バンバン行きましょう。何本行くんすか。何本行くんすか。兄貴。兄貴。20。どこなら。ああ、見たことある。お願いします。お願いします。まあ、これかな、やっぱり。え、いいですか。
ビール舐めちゃダメです。これは絶対おっぽい。一回じゃあチップ買っていいですか。いいっすか。どえらい買ってくると。じゃあ20万円でお願いします。ありがとうございます。まあ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 、まあ、まあ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 まだ行ったいかも。行った2000枚2000枚やばやり放題やり放題ですね。盛大にお願いします。乾杯しちゃいますか。ウィーWe'll be right back.
だけど。これが天国系が自然ループや楽しむだけ前さんもさせていいっすよさせた方がいいっすよ前さんも胸元にさせてくださいそれは前さんこっち向きながらこっち向きながらさしてこっち向きながらさしてはいこれ赤字だあかんからとか喜んでるから1バケツずつプレゼントしましょうか1バケツずつプレゼントしましょうまだありましたまだあるんでもうちょい行くもうちょい行くかさしたがるなさして今日ぐらいうわー日本いとこありがとうございました全員が全員に刺したいわーうわーうわーうわーありがとうございますめっちゃ回してくれたあ、プレゼント一緒にねんねします一番目やってるやっぱりもうそんな子にそんな子にないよお配りしてますよ全部いとこ全部いとこうわうわうわえっアピールしてくださいねアピールしてくださいすぐにおっしゃますよおっお願いしますおっ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 I'm sorry.
じゃあ出ようか。まあ帰りしにちょっとパパッと置き土産生きる奥の人おった。カメラ逆逆カメラ。ええねん俺らの2人から。ありがとうございました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 。くそ夢の時間が締め押したくないな。25万使ってしまった。追加でまあでもやばいわちょっと。ちょっとでもマジで最高だったな。ちょっとやばい。夢の空間だった。いやもう一番楽しかった、本当に。やばいわ。もう握り締めと思う。最高でした。贅沢空間。ほんと僕らのことをここまでね導いてくれた全部マイさんおかげなんで。いやもう今日やばいわ。今日めっちゃ楽しかったです。まさかうまいもん食って、グッチ買って、船行ってば。船行って、バレス食って、チップ25万。寝るだけやと。寝るだけや。ももちゃん見て寝ます。ももちゃん。でもまだ寝させたくないな。どういうこと？寝させたくないな。何どういうこと？実はまだ、スイート取ってます。ホテル。やってんな。なんか、しかも11時なんだ。こっからあ、でもここからだもんね。こっからっす。マイさん、本当にできると思ってマイさん、後半戦ボーボーしてるでしょ。そこでちょっと軽くやっぱ飲まないと。あ、そこカリフィンがちょっとね。確かに言ってそんな進んでないから。まあ言ってまだから他にちょっと残ってるんで。そう俺が普段のマイスコースか。普段も俺せえへんから。マイさん、ネクスト撮影終わりに一人でついてくるから。じゃあ、行きましょうか。じゃあとりあえず移動しよう。ついていきますわ。出てこい。雰囲気やばい。やばいっす。ホテルの前さ、聞いたっすけど今リッツカールトン。そう、まあね、俺でも聞いたことある。なんで伝説のリッツカールトンに。なんかおかしい。もうドア開けちゃっていいっすか。開けちゃおう。行きます。うわ、反応良すぎだろ。ええ何これ。スイートやから。うわうわオーマイガーオーマイガー。これですよね。うわすごい。うわありがとうございます。本当にこの夜景よ。うわこれやば、見て。うわえ、高っ。何階ここ。昼飯食べてたところより上で高いじゃないですかこれ。今日は48階ですね。のスイートを 4D で撮らせてもらいました。はい。お前さ、最後にふさわしいですね、こういう場所が。そうやっぱこういう場所を体験してないやん。確かに僕たち本当にヒカルさんが撮影使ってちょっとお邪魔するとかありましたけど、うん、僕たちが利用するってなるとないっすね。なんか今日やばい詰め込み方ですよ。畳みかけすぎやろ。クルーザーからちょっとおかしいなって感じしましたよね。バイスさんに大人遊びも叩き込まれてるって感じ。はははは、叩き込んではないやろ。バイス君騒ぎすぎて声かれた。確かにガラガラじゃん。じゃあ飲んでいきますよ、酒3人で。じゃあ3人っていうのね。あ、このまで何回目だ。ちょっと待って、クルーザーとかやってるわ。またクルーザーの一緒にいてるから。どういうことだ。あんなの呼んでます。じゃあ前の顔言い方もさ、おなかます。やっぱりこういう場所で女の子と過ごすっていうのもね。いや、いいんすか前さん。前さんのやつ全部女の子。普段女の子遊んでるから。いや違うやろ。女の子予定してなかったんやけど、2人がそのバーレスの前のクルーザーでそこまではっちゃけれてないなっていうの正直やっぱ思ったわけ。まあ、確かにね。ちょっとお酒を飲んでましたけど、やっぱちょっとあの空間でちょっとね、確かに、うん、いや緊張もあってたもんって。そうっすね。でも、まあ、でも結構バーレスクで弾けたんじゃないですか。うん、バーレスクだいぶ弾けたもん。バーレスクで弾けた後やったら。あ、もう一回これリベンジってやもんすか。もうちょっとはっちゃけれるかなっていうことで。いやバーレスクの肩を。あ、まずバーレスクの肩。はい、2人いいですか、マイスさん。本当にもうそんなにやっちゃったらもう多分今日無理っすよ。俺もう感覚おかしくなってきてるからもう。ネクテすんなお前も。何やそれ。過去の俺やんそれ。ここは2人一時ついてもらって、まあ、4人だからやってんじゃん。俺はえ、いいっすけど、まあ、1時間2時間後にはもちろん出てってくださいよ。そら、まあ、それちゃんとだから撮れたから作るんで、僕たちも。あ、いいよ、それでも自由にしたら、ほんまに。ありがとうございます。見てください、このベッド。もう枕がクソでかいの2個ずつ積み上がっとうぞ、これ。餅しか見たことない、こんな積み上がって。白いので。ベッド。うん、ベッド。
いや気持ちいい。これやばいよ。サイズ的にああギリ4人寝れるな。4人寝れるこれは。これ4人いけるな。まあまあ4人もいけるか。えちなみに女の子もう来るんですか。もう間もなく来ます。そう今心の準備。じゃあベッドの上で飲みますかみんなで。あかんバグってきてるバグってきてる。最初はロケマス女の子来るときこんなんやったのにベッドの上で待っちゃった。やばいやん。来ました。こんにちは。まだ無茶してるやん。あ、ほんとこんにちは。お願いします。お願いします。はい、お願いします。まあ、せっかくなんで、せっかくなんで、まあ、そのまま座ってもらいましょう。リムちゃんともう一人の方はソラ。ソラちゃん。ソラちゃん。だけはめっちゃどうしたの。いや、だから違うんですよ。そのお酒飲んでもっと上げてったらそういうことになるんで。結局来たことあります。ここないです。あります。ちょっと人生送ってるんですか。ツイートルームは来たことある。ああそうなんだ。リッツはあるってことや。リッツはあります。すごっ。あ、僕ロケマサって言います。23歳です。お願いします。ちなみに独身です。お願いします。ニキです。26歳です。フリーです。お願いします。お願いします。 DC ソラです。25歳です。なんか名字みたいな。特に意味はないんですけど。かっけえ。俺も使いたい。DC DC ガイス。よろしくお願いします。早速飲んでいきます。販売したらいいんじゃない。いいんですか。ネクステの PV の時に写真撮って。あ、ほんまや。えそうや。前回なんか見たことあると思ったんですよ。プールの。ああ、そうなんだ。出てくれてたんですね。チラチラ見てました多分。いや、みんな格好がすごいから。いや、確かに直視できる。そう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 。一回乾杯しましょうか。乾杯しましょう。乾杯しよう。はい、今から乾杯。乾杯しますか。乾杯しよう、とりあえず。はい、シャミスルで。シャミスルで。全員シャミスルで一旦乾杯と。初バーレスク、初リッツ、乾杯。乾杯。乾杯。うわ、これやばそう。うわ、いったな。あ、これやばいわ。これやばいよ。ガッ、これやばいよ。すごい、さっきパフォーマンス僕たち見させてもらったんですけど、結構攻めた衣装多いじゃないですか。確かに確かに。2人ともプライベートとか結構何してるの。それ気になるわ。週に 2,3 回あるかないかぐらいの休みは。まあまあ普通の休み。まあまあ普通の休み。週に2回3回朝方なんですよ、帰ってくる。あ、そっかそっか。だから寝たら終わるんですよ。寝て美容院行くかね。ほんまに終わっちゃう。だから逆にプライベートの SNS とか上げれないから、この日じゃあ遊びに行こう、写真撮ろうみたいな感じなのに、なんかプライベートじゃない。ないやん。ゆみちゃんはどうなんですか。結構遊びに行きます。あれ言ったったもんね、その収録で。どのぐらいなんですか今。まだ1ヶ月たん。1ヶ月ぐらいであんな踊りできたんですか。めちゃめちゃすごくないですか。え、何して遊ぶんですか。そんなくなかったし。最近は東京ドームシティ行って、温泉行って。めっちゃ充実したわ。めっちゃオフの日って感じ。めっちゃオフの日。ファギーバーク。ファギーバーク出た。ファギーバーク好きやな。意味わかんないゲームさせられる。どういうゲームですか。論理子とかスピリタスみたいな。あ、そうなんだ。すっごい高い度数のお酒をショットで2本用意して、あとは色が似てるやつを用意して、じゃんけんで負けたやつから1個。あ、ロシアの。あ、そのゲーム面白いな。でもチャミスルやったら、チャミスルやったらいけるんじゃない。チャミスルの水で。確かに。うわ、そんなゲームやな。チャミスル2つ、はい、水2つ、色が一緒なんで分かんないじゃないですか。あ、そういうこと。マジ分からんわ、これ。じゃあ一番左にしますね、これ。量すごくない。確かに。それやばいっすね。やばいっすね、これ。手前側。これ。はい、ありがとうございます。こっち。てかもう。あ、じゃあこっち。はい、ありがとうございます。いや、頼む、水立ってくれ、お願い。今のうち。これ一気にいく感じ。せーの。これせーの。せーので。山井さんコール、せーの。せーの。ちょっと待って、これやばい、普通に。ちょっと待って。よっしゃ、お水。うわ、マジ。これちょっと待って、やばい、本当に。これ飲んだら死ぬかもしれない。ちょっと待って。分かんねえロケじゃん、まず首っていうかな。L でもいいなら飲みますけどね。いけいけ。いけ。うわわわわ。このゲームやばい。このゲームやばいわ。これやばい。え、大丈夫。大丈夫です。え、強い。絶対強いと思うよ。イゼル3。よっしゃ。うわー、よかった。まあまあまあ。やったー。いきくん、じゃあ最後
なんでなん。いやちょい残ししてるからミキ。なんで俺が残してたやん。1ので1。うわー。うわどうぞ投げてください。はい、せーの2。じゃあこれドスコイ2 4。釣り橋ドスコイ。おっ釣り堀ドスコイ。ツンデレドスコイ。よしよし。ウケちゃうな。あれえめっちゃ熱い。顔めっちゃ赤だもん。ドスコイな。何はドスコイ。ナナシドスコイ。ナルトドスコイ。ありがとう。ありがとうございます。ミッキー君負けるゲームしてません。じゃあミッキー君3人とじゃんけんして、とりあえずじゃんけんして、お前グッと言い始めたぞ。じゃんけん負けた回数で飲んでください。じゃんけんぽい。よし。じゃんけんぽい。うわー。え強くない。じゃんけんぽい。はい、行こうでしょ。うわどんな優勝。もう一回やっとく。じゃんけんほい。なんでじゃんけんほい。うわうわうわ。待って今日男見せたら。うわーかっこいい。これ美味しいかも。あ、これやばいわ。うわーやばい、しんどくなってきた。二人ちょっと寄ってきたら。ちなみに二人で酔っ払ってどんな感じになるんですか。踊り出すよ、そりゃ。バレたそれ。いつからここで酔っ払ってどうなる。陽気になるって感じですか。陽気かもしれない。変わらなさそう。確かに。飛行手です。飛行手。どうなんですか。酔っ払ってこんな歩き方するの。それはそれ、それは見たい。床で泳いでたり。床めちゃくちゃ見たいな。それは見たい。床で俺こうしてるバタフライとか。バタフライ。床でそこまで行く。今ってちなみに何パーぐらい。確かに自分の中のメーター的にはバタフライまであとどれくらいですか。あと40パーぐらい。結構ガッツ。結構すぐじゃん。これちょっとバタフライ収めた方がいいっすね。見たい。これはバルスクでは見れないかもしれない。バーレスクや見れない。踊りですよ、これ。逃げます。まあもう、だってこれでもし1名の中で逃げてたら、もうステージでバタフライしてる。みんなエビ天の中して。インスタでもかけますよ。バタフライの女って。バタフライリムですって。いや、めっちゃいいと思う。これが真ん中なの。あ、これちょっとやばいわ。いい感じでみんなちょっとお酒入ったんで、違う話題話していきません。恋愛の話とか。恋愛したくないですか、やっぱ。ほんまや。前さんもやっぱ結構遊び人だから。いやいや、そうなんや。必殺遊び人とか。必殺遊び人もないし。知らなかった。くらいからさ出ない。全く出ないで、いきなり変わるんです。あ、そうなんだ。スイッチが入るんですか。バタフライスイッチ。バタフライスイッチ。めっちゃいいっすね。バタフライスイッチ入るのめっちゃ良くないですか。完璧なバタフライみたいな。ロイドマンだったやつ。いや、ミッキーのスイッチが入りだした。これみたいな。じゃあ食べさせてもらおうっと。あ、ミッキー食べさせてもらったら。どうですか。食べさせてもらってね。いきます。いただきます。あーん。ちゃんと吸わなあかんじゃん。ちゃんと吸わな。ちゃんとそこは。美味しいですか。一番うまい。あんだけ美味しいもん食べてきて、これが一番。ミキューピーターのどっちが美味しいですか。ピーターのうどんやろ。いや、ロギョワさんも食べさせてもらったよ。いやいや、じゃあ僕が。僕はさすがにちょっとそれはお願いします。それはお願いしたいです。ちょっとしかも同じうどん。同じうどん。ちょうどおそろ、うどんおそろ。いただきます。すいません。どうも皆さん、一番うまい。ちょっと次まだですか、僕の。あ、やっぱ二口が欲しい。これじゃしたら。ドラちゃんちょうだい。いいよ。いいよ。うまー。皆さんまだいける。まだいけるし、僕はチャミスのあと2本ぐらいいけるんで。いや、もう一回寝ようとしたもん。休憩、休憩。もう寝そうと見たしまって言うんで、全然。いだ。悪くないな。でも。しんど。アパラート床に行くシステム。どっか遠く見たもん、二人とも。どう見たもん、マジで。ちなみに、マイさんが酔うと一番面白いです。もう振り子運動する。いや、よくないと思う。呼んだら。
テンションが上がるってことですか、うん、テンション上がっちゃいますね。うん、今何パーぐらい？でも今多分50とかじゃないですか、正直。うん、飲みますかね、ちょっと。だから前さん一回3人で乾杯、3人で乾杯しようと。僕ももちろんやる。じゃあ、チェミスに。ロケアの魔法よ、マジで。いや、僕いけます、まだ。全然回しないこのぐらいならいけるでしょ。いや、チェミスで乾杯しましょう。もう入れ替わる。ジョワー出てます、そんで。出てないです。酒の酔っ払いと出てます。出てないですよ。強制飲まされる。強い。はい。はい、乾杯。乾杯。ミッキー、ミッキーは出てない魔法いいぞ、ほんまに。ただいま。ミムちゃんが一番シラフだね。確かに、まったく出ない。いきなり来るってこと？いきなり来る。水飲んだらね、カブさん、水やばい。水渡した方がいい、その2人飲ました方がいい、本当に。一回ミッキーも水飲んだら。どうですか、2人、かわいいですか？かわいいですかね。どうですか、こんじ男性は。ちょっと酒に弱い。お仕事ね、頑張ってる。プライベートじゃないから、プライベートってこれだと、ちょっとね。え？プライベートこれだとちょっと、ちょっと、いや、なんかセーブするか、もうちょっと強く見えるかな。あ、プライベートこれちょっと嫌かな。心配じゃないですか、もし異性で。あ、でも2人はそういう場に行かないんですよ。あ、そもそもだから真面目なんで、うんうんうん、だから逆に、あ、そうです、だから見学旅行で女の子が絡んでる瞬間を俺が見たかったんで、あ、なるほど。今回だから協力してもらって、まあ、バレスさんとかパトとかに呼んでもらって、うん、そういう姿見たいなと思って呼んだだけなんで、基本的にそういう飲み会とかに僕らの集団で行かないんですよ。結構レアです、本当に。女の子とこうやって飲んだりとか、どうなるかなと思ったらこうなりましたって二人ともダウンしたって。あ、出ました。誰？あ、ヒカルさんが出ましたぞ。一回出よう。もしもーし。あ、僕今リッツカールトンです。あー、でも今ちょっとそうですね、ヒラさん。でも僕の隣に女の子いるんですよ。ちょっとこれはさすがに僕今動けないっすね。リムちゃんいるんで今隣に。はい、どういうこと？え、まあね、って何？僕スマブラより楽しいこと見つけたんで楽しい。全然いいっすよ。じゃあまあこの辺見て帰りますよ。いやただ向こうもなんか俺らやってたとか出とった、正直。え、なに、え、あ、だから0円生活、0円生活なんで、あ、今帰ってきてスマブラなんで、それまではだからめっちゃ多分、楽しんだ感出しとったの。さすがに多分どっかで、多分なんかさ、ファンの人とかいるじゃないですか、言って、ファンで声かけてもらった人とかと飲みに行ったりとか、そういうご飯一緒食べに行ったりとかっていう可能性結構あるんで、あの感じは多分相当楽しんでましたね。でも全然僕たちの楽しい。いや、俺らの楽しいと思うけど。だってこっちにはいるんすよ、二人。カレンジソロちゃんね。ミッキーはボクサー。明日のショーみたいな燃え尽きてた。うわぁ、これ狙ってんやん、絶対。あざといな、この男。ちょっともうミッキーが完全にダウンしてるんで、サムネだけベッツで撮って、あ、俺らもちょっと帰宅しますか。こんだけもう限界なんで、ミッキー。ちょっと本当によく頑張った。ミッキー、あの、レムタイムサムネだけ撮ろう。行くぞ、もうそれは終わりやから。はい、じゃあ今からサムネタイムです。あ、ミッキーちょっとロケマンにちょっと、あー、すみません。やばい、それはやばい。あー、めっちゃいいぞこれ。オッケー、行きましょうか。じゃあ、ちょっと、すみません。ごめんなさい、ちょっと。じゃあ行きます、僕たちも。行こうか。もう本当楽しいんだよ、いや、もうめっちゃ完全な天国やったんこれ。いや、もう今こんな美女に囲まれて、寝て。ちなみに今一番最高です。もう俺も楽しかったわ。こんな二人を見たことがあんまなかったから。ミッキーのピース出た。カイさんのピース、あー、全員ピース。もう会計だけしよう。何本あるの？8000円残り何本ぐらいですね。これ、やります？何本なんですかね。ありがとうございます。これ何本なん？いつかあると18万5757円です。マジで足りないですね。まあでも、これはこれでいいよって言ったのはお前さんですもんね。オーバーしちゃっていい。じゃあもう俺が出すわ、それは。じゃあ、ありがとうございます。11万オーバーですね。そもそも場所のバンダナがいけません。バンダナとこの追加投資ね、僕10万以上も今日はね
価値をもらったんで、皆さん本当にありがとうございました。今日ありがとうございます。俺も楽しかったから。帰りましょう。ミッキーだけ最後起こしたな、ほんま。ミッキー君どうした今日？一日やったわ。最高やった。まあ、最高でしたね。最高やった。最高だったらよかった。はい、ちょっとねダウンしてたのもあって、はい、2時集合になってたんですけど、今2時19分でもうオーバーしてるんですよ。だからちょっとヒカルに電話します。ちょっと最初から謝罪でいこう。あ、もしもし。俺は撮影終わったからちょっと今電話したんやけど、ちょっと遅れすぎとったからちょっと申し訳ないっていうのをまず謝罪したいなっていう。すいません、申し訳ないです。マジでごめんなさい。それはちょっと本当にね、あのまあ6月のミッキーダウンしたのはあるんですけど、僕側のちょっと管理ミスです。そこは本当に申し訳ないです。2時過ぎたのは。え、マイさんは女の子と一緒に寝たんですか？いや、僕は寝てないです。僕は女の子とお酒は飲んだんですけど。ちょっとあのミッキーと6月が女の子と一緒に寝て寝たっていうのはそれゴムありですか？ごめん。だからもうちょっと腕枕とかさせてもらって、まあまあまあちょっと手繋いでやったりとかね。動画撮ってるんすかちゃんと？あります。あーすごいな、それは攻めるな。ちょっと本当に幸せでした。すいません。ミキはどうだった？俺は勝ち組の味や。リッツカールトンは僕の歴史の1ページになりましたね。そっちはいい感じなんですか？まあまあ確かに確かに。楽しかったのは楽しかった。その程度か。ミユなんて？その程度か。はあ？どういうこと？ふざけんなよ。え？なんなんこの人は俺らに。どういうこと？どういうこと？どういうことなんですかマジで？え？無一文だね。絶対楽しかったって。確かに。あ、でもまあ奢ってもらったとしてもどんな女の子もいないかもしれないじゃないですか。そりゃそうだ。そういうことでしょ結局。こっちにはもう料亭に花だったんで。こっちはパートとバーレスクやぞ。もうクルーザーのところのサムネ見たら飛びますよ本当に。それで言ったらメインのニヤニヤ顔見たとこで。どういうこと？なんで貧乏旅行のくせにそんな8年間過ごしてきて。こっちすごかったっすよ。だからもうバーレスク行ったりとかした時ももうマイさん止まらずに、もうマイさんからあ20万分持ってきてってもう。じゃあ今日浮気対決やったんですか？メインとマイさん浮気対決、どっちが浮気できるかっていう。いやーすごかったです。はい、あともう3分ぐらい。はい、ということで天国旅行、さん、ミキ君、僕の天国旅行は無事に終了しました。ももちゃんも今あ、待ちました、4人の天国旅行でした。はい、まあ本当にね、舞さんのおかげで僕はようやく成人男性の仲間入りできたかなっていう感じでした。そうね、僕もようやくちょっともうその人生の醍醐味を学べましたね。なんでまあ一旦明日バーレスクに行くのと、今日一緒にバーレスク来てもらった女の子に全員 DM を送っときます。DM 送ってね、感謝ね。ということで一旦もちょっとねプライベートチップの方ねさせてもらって。ということでありがとうございました。ありがとうございました。もう2人で楽しかった何よりやわ。俺も楽しかったしね、ほんまに。アホやでほんま。ありがとうございました。ありがとうございました。さっきまで目の前おったのにな。現実世界帰ってきたもんな。まあでも今日のこれがあったから頑張れますよ。本当に、まあ、みんな連れてったるかあいつらも今度、まあ、教えたってもいいんじゃない。まあそうっすね、僕たちの楽しいこと遊び方教えたるわ。そうっす、共有させてやりますか。本当にほんまに。チップの挟み方、そうベッドで寝方、あとまあリッツのうどんの味いろいろ教えたるわ。ほんまに。